こんにちは。テスト走行パート3の動画もご覧いただきましてありがとうございます。広島の久保でございます。今日はですね、私がこうやってね、車載動画を撮っているんですけども、もともとですね、私はどんな方の車載動画を見て、こういう風なのにね、やっていこうかなと思ったかってことをご紹介していきます。早速なんですけども、まず一つはトランザムオーナーさんの中ではね、本当に風格があって、かっこよくって渋くって、そして、最もアメリカンではないかなというね、ジミーズ、ガレージライフのジミーさんですね。このね、私の持っているトランザムとはちょっと違う型式といいますか、年式のものなんですけども、やっぱりね、渋いなということでございますね。トランザムのこともね、いろんな小話も知ってますし、すごくユニークで、あと語り口調がね、すごく穏やかで好きなんですよね。ああいうのがなかなかすごく聞きやすいんですよ。ああいう風なね、YouTuber さん目指してやっていきたいなというところもあります。いつもね、ジミーズガレージライフのこのチャンネル楽しみに待っていて、動画がアップロードされましたって言ったら真っ先に行って見てね、コメントしたりさせていただいてるんですけども、一件一件丁寧に返信していただいて、本当に、素晴らしい方だなと思います。もうね、本当に渋い、アメ車乗りになっていきたいなっていうふうに思わせてくれるようなね、チャンネルでございます。本当にありがとうございます。はい、それでもう一件、紹介させていただきます。これはですね、私よりもずいぶん前からナイト2000のレプリカに乗ってらっしゃる方で、多分ね、一番有名なナイトオーナーさん、ナイトライダーオーナーさんだと思うんですよ。ナイトライダーザライドっていうね、チャンネルをしていただいている、これのりたまさんっていう方なんですよね。のりたまっていうとなんかふりかけみたいなイメージがあるんですけども、ものすごくこれユニークな動画の作り方されてて、興味深く見てしまってですね、この動画を私がね、見すぎたから私も買ってしまったみたいなところがあるんで、これからもね、見ていきたいなと思います。こののりたまさんの動画を見ていると、ギルシードでしたっけね、ああいうものがあるんだってことを知ったりとか、あとホイールですとかね、あとはノーズのこととかね、いろんな豆知識が入ってくるんですよ。それから温度のことですとか、他にもね、オイル交換のことですとか、車検のこととか、本当になんかためになるなぁと思いながら見させていただいてます。で、私はね、車の知識全くゼロで始めましたんで、このトランザム83年式をこれからね、一緒に乗っていく中で、どん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 学んでいこうかなと思うわけなんですけども、やっぱりね、こういうふうに先駆者といいますかね、先に動画を出されている方の暮らしぶりとか人柄が見えるからこそ、あ、自分もこう丁寧に、そして皆さんにね、もうなんて恩返しする気持ちで乗っていきたいなっていう風な精神になるわけですよね。のりたまナイトさんの動画もね、よろしかったら見ていただければ幸いでございます。なんかね、楽しいですね、こうやっていろんなところでご縁が広がったりとかして。で、先週の話なんですよ、これは YouTuber さんじゃなくて先週の話なんですけども、愛媛の方からご連絡いただきまして、動画見てますよとか Facebook 見てますよってことで、Facebook 友達にならせていただいたりとかね、愛媛と広島だったら会いたいなと思うんですよ、近いですからね。こういったキットがナイト2000がね、人との縁を呼んでくれるっていうのも醍醐味なんではないかなと思います。前回の動画でもお話しましたけども、信号待ちしたりね、駐車してる時って本当声かけられるんですよ。で、もう多分ね、全国各地で50台か100台ぐらいこの同じような車って走ってると思うんですけども、なかなかね、運転中に不意に声をかけられて時間があるっていうタイミングはあんまりないと思うんですけども、私は結構暇と言いますかね、本当にこう何かの用途に対して乗ってるわけじゃなくて、ドライブというものを楽しんでるだけなんで、全然声かけていただいてもお見せすることもできますし、むしろね、一人一人の方、一人でも多くの方に触れていただいたりとかね、乗っていただいたりとか、やっぱり感動していただきたいなって気持ちがね、すごく強いんですよ。もともとこの私がお預かりしたこのナイト2000ってエリア101さんのデモカーだったんですよね。だからデモカーってものと私の性格とか合わせてみると、ちょうどね、いい感じで一人でも多くの方に見てほしいなっていう、そういう思いがね、また継承されてるのかなと思ってしまいますね。はい、皆さんもね、街で見かけたら全然私は遠慮なくいいんで、ソープと言ってくれたらね、一緒に楽しめるんではないかなと思います。じゃあ本日
は以上かな。あと喋りはありませんので、ちょっとね車載動画を一緒に見ていただければと思います。まあ車の動画っての結構上がってますよね。事故の動画とかドラレコ動画とか車載動画とかね、なかなかあの車に乗っているドライブしてる感覚になっていろんな土地見れて楽しいんですよね。はい、では一旦失礼します。また、ラストでお会いしましょう。